まずグロスを手の中に出していきます。大きさとしてはパール1個半分出していきます。手の中でよく伸ばして、手のひらから指先までまんべんなく伸ばしていきます。伸ばしたら全体のまず毛先から塗布していくんですが、毛先を手の中に入れたら上まで持ち上げて、上で握り込んで離す。これを何回か動作を繰り返していきます。下から握って上で離す、下から握って上で離す。これを前の方から後ろに向かって全体的に同じ動作を繰り返していきます。そうしたら、先ほど使ったワックスが指先の中からなくなってしまいますので、指先にもう一度ワックスをつけ直して、それを表面につけ直していきます。表面に全体的に塗布が終わりましたら完成です。